ス訪問中、ロンドンのロイヤルオペラハウスで行われるバレエ公演に英国王室より特別招待された笹川会長。12月20日、夜行われる公演の前に笹川会長はウィルソン元首相と会見するため英国国会議事堂を訪れました。この席には保守党のエドワード・ドゥ・カン議員会長らも顔を揃え、笹川会長との友好を深めていました。その夜、英国王室招待のバレエ公演に正装して出かける笹川会長一行。そして公演後、笹川会長と副会長は王室ご一族お控えの場へ招じられ、エリザベス女王陛下に拝謁して励ましとねぎらいのお言葉を賜りました。残り少ない資源を思い、明日のエネルギーを考える。21世紀を迎えようとする人類の幸せの実現のために、笹川会長の飽くなき探求は続きます。